皆様こんにちは、柴田陽子です。私この秋ちょっと前ですけど香川県に行きましたことは何度かビデオで申し上げましたが、その時に買っていたお土産を紹介します。香川県の丸亀市というところにも行ったんですけど、そこの名産ドーン、これはうちわですね。丸亀市うちわ名産らしいです。目の前でお姉さんが作ったはって、この竹を咲いてはりました。うちわ、まあ、ちょっと夏には間に合わなかったんですけど綺麗ですね。あともう一つ買ってました。今日はこれを食べたいと思います。ドーンドーン、骨付き親鳥のさぬきうどんスナックというお菓子です。これは丸亀市のコンビニみたいなところで買いましたけど、丸亀市ってうどんだけじゃなくて骨付き親鳥も有名なんですって。居酒屋さんにたくさんメニューとして宣伝されてました。私はちょっと時間なくて食べることができなかったんですが、今日はこのお菓子で骨付き鳥の味を味わいたいと思います。これね、原材料ゆでうどんだから、もううどんそのもののお菓子だって。いただきます。うん、スパイシーだ。胡椒と塩分の味が効いている、ちょっと固めのパリパリっとしたお菓子です。うん、これうまいですね。メインにしてもいいってこと？うどんだから、おやつじゃなくて主食にね。うまいです。香川県は魅力たくさんですね。まあ、うどんから入ってこのようにいろんな香川県を知ることができてよかったです。では皆様ごきげんよう。